皆様こんにちは、こんばんは、ノマランドでございます。今回紹介するゲームはキングスバウティ2です。ロシア製のゲームで、なんと1話1990年作品です。まさしくあの伝説再び、ある意味の期待作。早速内容を見てみましょう。ストーリーお筋。ノストリア王国には未知なる災い、空虚が襲ってきます。空虚の前では善も悪もなく平等に消え去るのみ。この危機を救えるのは陰謀によって投獄された主人公。国のお偉いさんはこの危機を救うべく特赦を出し、主人公を釈放。極寒なる王国の地から世界を救う物語はいざ始まります。システム概要。本作最大の特徴は RPG プラス SLG の進行です。普段は RPG モードで冒険し、マップを探索してクエストを受けてストーリーを進めます。ジャンプもできないので完全に RPG です。そしていざ戦闘に遭遇すると SLG 戦闘が始まります。しかも今の時代で珍しい六角マス。主人公は直接戦闘せず、持ってる部隊を駆使して戦います。戦闘も伝統的な移動、戦う、スキル使用って感じで、操作自体はそこまで難しくない。ちなみに各部隊には人数が設定されて、死んだメンバーは戦闘後金で復活可能が、部隊ユニットが全滅したら復活ができなくなり、大金をかけて再雇用になります。いかに死なずに攻略することが本作の肝であります。もちろん RPG ですので育成もあります。でも主人公は戦わないので、個人の能力値だけでなく装備品も全て部隊に影響します。部隊も購入で装備しますので、 PT ではなく軍隊を率いて冒険する感じですね。大君を連れていざ世界征服の冒険に出ましょう。 RPG プラス SLG、 まあ本作最大の特徴でここでもう一回紹介します。普段は本当に RPG みたいにキャラを操作して NPC や世界とインタラクティブします。そして敵が出てくるとリングみたいな範囲が出てきて、そこに入ると戦闘パートに突入します。この2つのモードを交互にこなしゲームを進みます。マップも広めで、日本語版ではちゃっかりオープンワールドを語ってます。でも本当に RPG なんでアクション要素一切ありません。飛び回りたい？そこは諦めましょうね。複数主人公。本作は複数主人公が用意されてます。いわば戦士、魔法戦士、魔導士という構成です。スキルの特徴もはっきりしていますが、ストーリーに関しては少しだけの差になります。大きい流れは基本同じなので、プレイスタイルで選択する方が一番いいかも。コードの影響。妖怪特有の選択、本作にもあります。しかもあらかじめこれはどんな属性の選択を教えてくれます。選択肢による罠を心配せず、表示するマークを沿って選択すれば行動方針は基本ぶれません。こちらはストーリーに影響する上で、偏りすぎる場合反対サイドの選択ができなくなることも。またスキルの習得も陣営ポイントに依存、上級の技が欲しい場合特定の陣営を極めないといけません。
正直ストーリーやキャラ背景よりほぼスキル中心で選んでますね。資源は有限、本作の資源は有限です。少なくとも現在稼ぎとしてのランダムエンカウントは確認していません。有限の資源をいかに最大利用するだけでなく、戦闘の被害も最小限に抑えないといけません。戦闘の SLG だけでなく、ゲームを進むには戦略を極めて要求してくる秘策であります。翻訳はこのゲームの翻訳、なんとグリッドフォールと同じフォトを使用しています。見るだけでめっちゃ不穏な空気ですが、まあそこまで悪くないと思います。専用名詞の統一や違和感などやっぱ問題はありますが、意味不明な文脈は今のところまだ確認していません。違和感さえ我慢すれば進行するには特に問題ないでしょう。雰囲気にダメージがあるけどね。歯応えのある SLG 戦闘、本作の SLG パートは誠に硬派なる戦略ゲームです。特別強力な兵種がなく、戦闘によって調整する必要があります。また化石による強化もできないため、いかに手持ちの札で勝負するのか大事です。死亡によるペナルティも大きいので、もはやパズルみたいに正解を出すに近い感じ。戦略に自信がある方にはたまらないでしょう。難易度に関してもややド M 向き。戦闘入る前に必ずオートセーブするのは開発のせめての優しさかな。舞台編成のローマン、本作の舞台編成は非常にローマンがあります。接近や弓、魔法とかの兵種はともかく、収束別もあります。人間、ドワーフ、魔法生物、動物、ゴーレム、アンデッドすら使います。まあこの厄災の前に善も悪もないですからね。よって本当にドクターヘルプレイで、悪の軍団による世界征服も可能だと思います。自分の作った部隊を連れて冒険するのは他の RPG にはない味がありますね。Hello. 画質の悪さ、正直もはや全時代のものじゃないでしょうか。画質は割と荒い上で、キャラの表情に至ってはスイム表情とも言えるほど。景色も考慮すると雰囲気は確かにあるものの、なんか全て雰囲気で解決したい感じもあります。1990年の前作のイメージに引っ張られすぎたかな。移動の遅さ、本来は調整不足の一つにすべきのはずですが、本当に遅い。遅すぎて一つの問題点として独立できるほど。遅い上でジャンプもできないので、 RPG モードの移動は結構大変です。 SLG 戦闘と相まって結果的にゲームの展望を大幅に遅くすることになります。至急改善してほしい問題点でもあります。行き過ぎたバランス調整、高額な SLG を追求する挙句バランスが壊れかけています。一つのクエストラインを進むとき、前の戦闘は普通にクリアできるに対して、次のイベントで全員瞬殺級のユニットが出てくることもざら。しかもメインサブ関係なく発生するので、資源有限の環境と相まって本当にズームの可能性もなくはない。本作の攻略は本当に詰め将棋に近く、ただ戦闘の中の戦法だけでなく、イベントのこなす順番も正解を出す必要があります。進行不能もありうるほどの環境は
正直やや行き過ぎたと思います。調整不足の UI、 そしてこのゲームの UI の調整も甘いと思います。ルールの理解や参照はそこまで問題ないですが、操作自体の癖がすごい。おそらくマウス操作前提でコントローラーへの最適化はしていないと思います。一番不便なのは先導直前舞台編成ができないことです。敵の構成によって舞台を調整する必要がある作りなのに、それを確認したら一回先導から離脱しないと編集できないという、正直不便極まりないと思います。こちらも早急直してもらいたい事案ですね。戦略性が高く優れた雰囲気とベースシステムですが、問題点も際立つ。非常に味のある本作ですが、高難易度と全世代の画質、加えて UI の調整不足、万人向けではない作品だと思います。会う人にとってめっちゃハマりそうですが、戦略ゲームに自信がないプレイヤーなら気軽におすすめできません。自分の戦略ゲームの腕を試したい上で、全世代の画質にも問題ない方ならいいと思います。